あ、どうも。ハロです。いや、もうしてるよ。はい、じゃあ始まりましたよ。こんばんは。こんばんは。ないですね、今日は。今日はないですね。まあまあまあ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 。どう ?50 秒。あ、こんにちは、お一人。あ、こんばんは。あ、いなかった。あ、あ、なるほど。ちょミュートのところも違う。ミュートのところ、まあまあまあ、はい、ミュートのところって言って、はい、こんばんは。どうもこんばんは、モルトキドです。お願いします。残り30秒でね、ラジオの方始まりますので、それまでですね、なんかしてください。決まってんやったら喋るな。なんかしてください。すみません、お願いします。お願いします。します。緊張するな。10秒前です。はい、お願いします。5秒前、4、3、2、1。あ、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  FEC チューンド、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 今週のオープニング漫才テーマは失恋。はい、どうもゴールドリードです。お願いします。今月クリスマスがあってね、はい、世の中のカップルが騒ぎ出すシーズンじゃないですか。あ、まあそうですね、盛り上がりますから。ワクワクするな。お前、彼女いないのになんでワクワクしてる。いや、別にいいだろうや。クリスマスみんな楽しむもんだろうや、お前。なんかお前、キリスト教かも。違うよ、お前。なんでキリスト教で決めつければ。じゃ、今の時代は、クリスマスを言うのに、宗教とか関係ないしさ。そんな考えのやつがいるからな、彼女がいない俺に向かって、あ、彼女にあげるクリスマスプレゼント何がいいと思うって聞けるば。いや、かわいそうだな、お前。みんな、失恋したらいいのにな。言いすぎだから。いや、俺も彼女いないけど、そこまで思わないよ、お前。じゃあ俺が今から全国失恋推進委員会会長やるから、お前は失恋推進委員会沖縄支店の支店長やる。巻き込むな、お前。なんで俺沖縄任される場合。二人で全国のカップルに不幸を。ダメです、怖いです、お前。じゃあさ、お前、そんなって言うぐらいだったらクリスマスぐらいおとなしく家で引きこもっとけよ、お前。いや、それは無理だろ。なんでよ。その日は知り合いの女の子と二人でドライブデートよ。嫌な裏切り者や。いい、どうなした。はい、始まりました。あ、どうも FEC チューンド水曜日ゴールドリードアンチテーゼ。僕らゴールドリードアシトミとゴールドリード元氏でお送りします。はい、お願いします。どうもどうも。まあまあまあ、始まりましたけどね。どうもどうも。あ、もう結構いろんな方からコンティニューコインもメッセージもありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございますね。あ、もう早速コインが4枚ほど、あ、ありがたい。あのツイキャスのコインがね、4枚ほど入ってますけどね。はい、まあまあまあ、最近の話をしていこうかなと思うんですけど、はい、金曜日、先週金曜日からか、あ、違うか、土曜日からか。はい、先週土曜日から、土曜日からのイベントが3日間続きでありまして、ね、ありましたね。ちょっとね、3日間続きのイベント最近ちょっと多いなと思うんですけど、おー、はい、まあ土曜日に F ライブやりました、ね、F ライブありましたね。 F ライブありまして、まあ、F ライブの次の日がちょっとなんて緊張したんですけど、はい、友達の結婚式あったじゃないですか。ありましたね。あの高校の同級生の結婚式、はい、でそこで僕ら、漫才をさせてもらってね、あの死ぬほど緊張しましたね。いや、もう何名ぐらいですか。300、400、300いないですか。いや、いないですね。ぐらいか。300ぐらいか。じゃあ250ぐらいいるかな、ぐらいか。はい、まあまあまあ、そうだから、なんていうのかな、普通のライブとは違った緊張感だしね。両家に失礼のないように。そうそう、両家の失礼のないように。大変でしたね、あれ。そうそうそう、だからね、俺たちみたいな謎の、本当にあれ、なんでこんな緊張しないといけないのと思って。なんかな、しかも余興するときにあんまり打ち合わせもしてなくてね。はい、当日前もって入るって言われたけど、いや大丈夫よって言って行ったはいいんですけど、はい、なんていうんですか、この余興の控え室が分からなくて。まあ普通にあたふたしてましたね。あたふたして、ね、普通に飯食ってましたもんね。そしたら、あの結婚式場のスタッフの方が声かけてくれて、はい、余興されますよね、はい、言われました。移動してちょっとやったんですけど、鍵屋で風
カジャデフか。カジャデフは、はい、の後にやらされたじゃん、やらされたっていうか、あのやらされたないです。やらされた。ありがたくやってますよ、まあまあまあ、僕らは。あの、まあ、カジャデフの後だったじゃないですか。はい、あのスローテンポのなんていうんですか踊りを、まあまあまあ結婚式は定番ですけど、はい、した後に漫才行って。これどう思うのかなと思ってちょっと心配だったんですけど、結構でも反響ありましたよ。反響ありましたね、意外とね。あのあと結構あのツイッターとかで、はいはい、あの今日結婚式でネタ見たよっていうのが、あ、結構あったんですか。あのこの知らない人からもある。ああ、そうですか。何件ぐらいですか、ちなみにトータル。4件。結構結構ではないな。4件結構ではないな。いやでもありがたいですか。でもね、あの高校の同級生結婚するってことでね、久々にあの高校の同級生も、はい、見てね、あの久々に会ったじゃないですか。見てねえって、はい、あの、まあ、僕は特にですけど全然関わりが今ないんで、はい、いや僕もあんまり本当に久しぶりって人がいっぱいいたんで、だからちょっと楽しかったよ ね、 そうですね、ちょっと二次会まで僕は行けなかったんですけどね。まあ二次会の話はまあいいとして、次の日がですね、うん、月曜日でしたけど、はい、そうですね、12月12日、そうそうそう、あの営業だったんだよね。ありましたね、営業。学校終わりで僕は、はい、あのすぐ向かって、はい、あの居酒屋での忘年会の営業か、はい、を行ったんですけどね、これがね、あの営業の内容がネタとあのにぎやかしみたいな、あのにぎやかしってビンゴ大会のにぎやかし、そうです、ビンゴ大会のね、司会とね、司会盛り上げ、まあまあ、盛り上げ、はい、盛り上げですね、やったんですけどね、楽しかったんじゃないですか。楽しかったっすね、あれ。僕らこの営業ってあんま経験ないんですけどね、はい、あの僕らときんぴらごぼうのお二人と、はい、あの結果オーライってコンビの、はい、まあまあ3組だったんですけどね、はいはい、あのまあ、楽しかった、思ったりとね、そうっすね、盛り上がりましたよね。楽しかったっすね。あのだから若手だけだから不安になる、不安だな。いやもうあの結果オーライの松天さんの職場の忘年会なんで、まあそうですね、だから結構なんかつながりがあってね、意外とウェルカムだったんで、ね、そうそう、とってもやりやすかった。本当にやりやすかった、ありがたいっすね。だからね、あの知り合いの前でやるってだから緊張するよね。まあ、だからすごいな。なんやかんやね。松健さんすごいなって本当に思いました。いや、そんなことよりもさ。何がですか。その日誕生日だっただろ俺。うん。12月12日。12月。月曜日営業の時よ。ああ、言ってましたね。プレゼントは。うん。お前プレゼントは。誕生日の。俺にプレゼントはお前。お前の。ああ。うん。なんであると思ってんのかな。なんでないわやお前。なんであると思ってるの。え、ちょっと本当に聞いてほしいんだけど、うん、12月12日、うん、僕だから学校行って、うん、営業先行って、うん、まあその1日置いてるんですけど、はい、学校でおめでとうを1人ぐらいしかまず言わず、あーまあ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 、うん、まあプレゼントもらってないんです。だからその日俺プレゼントもらったのはあの、うん、マネージャーから FEC のマネージャー、 FEC のマネージャーからあのマクカード1000円分のみ。いやいや、でもいや、ありがたいですけど、あれ人結構あったけどな。いやでもそれは違うんじゃない、あの誕生日プレゼントってやっぱ気持ちだから数じゃないと思う。明日見あれって思って、なんで期待してんの、なんで期待しちゃダメなの。逆にさ、先ほどもあのミキサーの方からもらいましたよ、はい、僕らの番組のミキサーの方から、ありがたいことにびっくりしましたけど、あれ明日見、いや相方ですけど、うん、いや俺なんかあれじゃない、あんま好きじゃないんじゃない。えだから足止め、結局あれでしょ、あのクラスメイトからも、はい、あの FEC のこのなんていうんですか、芸人からもあんまもらってないってことでしょ。あ、ちょ、あ、まあまあ、これはもうお前の愛され度だよ。厳しい現実かもしれないけど、あ、急に急に始めたの、うん、もうそれはしょうがない、急に始めた、ちょうだいじゃなくて、あの自分でくれるような振る舞い方を普段からするべきだと思う。好かれるように生きてください。攻めたはずが、うん、逆にカウンターを食らうという。くださいはだって違うもん。いや、くださいとは言ってないけど。あれでしょ？やよ、まずって話。はい、なんでよ。足止めってなるさ。いやいや、でも。せめてもの。逆にじゃあ、お前、俺にくれる？あー、あげます、あげます、僕。いや、でも、僕、その頃にはもう実習。いやいや、そういうことじゃないさ、だから。そういうことじゃないさ、だから。はい、何あげるの？何あげるかも難しいわけよ、コンビ同士って。何でもいいさ。何でもいいの？いやでもこの間なんかプレゼント話した、俺はこれはじゃないみたいな感じの、お前なんか変なやつだから、はい、全然何あげていいかも分からんし、はい、何よりお前にお金かけるのかなっていうの苦しいよや。コンビでやってるじゃないですか、はい、だからもうそういうのもいいんじゃないかっていう。あの3匹の小豚さんからパンツできます、はい、あ、パンツでもいいかもしれないですね。パンツでもサイズ分からんでしょ。全然分からん、俺からしたらもう未知の領域。そうそう、お前の考えてるこのパンツの知識は一回捨てないと、うん、俺のパンツは買えないから。パンツじゃないもんな。パンツズボンだもんな。ズボンっていうかもうなんか、ほぼズボンです。パンツよりなんかお前のパンツじゃないんだよ、なんかもう。どういうことだ。パンツより
パンツ履いてないでしょ。履いてるわ。パンツじゃない。なんだもん、お前結論パンツ履いてないだろってどういうことだもん。いつも履いてる。パンツじゃない。履いてるわ。あれ、タオル巻いてたの。違うよや。パンツ履いてるわ。嘘。パンツパンツ言わせんな、ラジオでお前。でも、何あげたらいいかな。ああ。俺で好みになるよ、そしたら。俺好みに。ああ、はいはい、はい。嫌じゃない。いや、まあちょっと嫌ですね。なんでしょ。逆に欲しいもんとかあったの。え、僕、うん、いや普通にご飯おごってもらえればありがたい。いやでもなんか違う、2人でご飯行こうってことでしょ、それは。そうする。それはまた違う話さ。逆にさ、じゃあ俺に何くれんの、あの、くれるとしたらね。お前に、うん、お前にな、うん、はい、貯金箱。え、なんで。お金貯めなさい。へえ、あの週1でしかバイトしてないやつに言われてんの。貯金箱高3の時のお前らのメンバーがもらってるよ俺。ああ、え、貯金箱あげてないよ。 ATM みたいな貯金箱。ああ、あげたな、おもちゃのやつ。あれ使ってる。使ってないよ。使える、あのおもちゃのやつ。使えるか、あの本当に ATM みたいなやつ。ほこりかぶってるよ。高3の時あげたっけ。使えないよ。使えあれ。お前さ、誕生日で思い出したけど、ちょっといい、ちょっと今時間押してますけど、いいですか、ちょっとこれ話したいんですけど、はい、いいだから、あの、あんまり元氏に誕生日プレゼントあげないっていうくだりがあるさね。あ、はい、高3の時でしたっけ。高2ですよ。高2、あの、何ですか、高3だな。高3ですよね。高2か、あの事件。あの事件、あの高2か、高2か高3、まあまあいいんですけど、はい、まあ僕らあの男子が少なかったんですよ、高校生の時に。あの、はい、クラスメイトが6人しか今いなかったんで、はい、みんなに誕生日プレゼント、そうそうそう、誕生日が来たらみんなでちょっとお金出して500円とか1000円とか出して、1000円って決めてた。1000円だっけ。1000円出してまとめてね。そうそう、まとめて1つのものをあげるっていうのをみんなやってたじゃないですか。はい、やってましたね。で、一番最初に誕生日を迎えるのが、まあ、他の友達か、お前だっけ最初。僕じゃないですか。あ、最初元氏で、はい、あのまあまあ最初僕らだから企んだんですよ。あのまあまあサプライズだし、はい、最初に普通にあげたら面白くないってことで、まあ、なんか言ってましたね。まあまあお金集めて、まあ買ったは買ったんですけど、はい、なんかお前あれさ、やっぱ祝ってほしいみたいな感じで、俺誕生日だぜっていうさ、そうそう、もう僕はもう、まあまああれ恥ずかしいと思うんだけど、まあそれは別の話として祝って祝ってって話ですよ、はい、だからあのそんなって言われたら祝う気にもなれなくなる、はい、なるほどなるほど。だからあのわざとえないよみたいな感じの態度を取ったさ、みんなで。ありましたね。あので、なんかそしたらお前なんか体調不良で早退するっていう。学校早退する。あれ何なのっていう。あれですか、うん、あれはショックで、えないんかいってなって、あの一気に体が弱りました。いや俺たちもう騒然だよね。じゃあさ、あいつやばい。高校 1,2 年の時は、うん、ちゃんとみんなでやってたものを、うん、高3だが僕スタートなんで、うん、そのノリがわからんさも、うん、なんか僕スタートだから。いやでも当たり変えるはちょっと予想裏切られすぎだろ。じゃあ普通にもらえると思ってたから、うん、何なんだろう、高3だからちょっとなんか分かる、デイジーふざけたもんとかなんかあるんだろうなってデイジー期待しながら行って、うん、一発目にお前に、うん、いや内容内容って、いやそれ間に受けるかね、と思って。悲鳴よ。いや間に受けるかねそれと思って、うん、1,2 時間頑張ったけど、うん、やっぱ俺や今日無理だな。3時間目ぐらいで買ったんだっけ。で1回、うん、保健室行って、うん、ちょっと気分悪いんでっつって、うん、寝て、うん、でも 5,6 時間目やっぱ行こうと思って、うん、5,6 時間目行ったら、うん、当時は数学の先生となんか企んでたじゃないですか。そうなんですよね。だから5時間目にもともと数学の授業があって、はい、仲良しだった数学の先生がその時間をまるまるもう僕の誕生日会にするっていう。すごいでしょあれ。でも超サプライズがあってでしょ。やったーってやって、もう単純なやつなんですよ本当に。もう二度と誰も誕生日プレゼントあげないでください本当に。ちょっとね、メンタル鍛えろお前。メンタル鍛え機みたいなのがあってあげるよ。ああなるほど。それならあげるんだ。まあまあまあ誕生日ね。まあ難しいですよ誕生日プレゼントってね。はい、はい、まあ、何やりたいか分かんないですからね。まあまあこんな感じでね、いつものように普通にトークしていきますよ。はい、お願いします。はい、まあメッセージも募集してますよと。はいはい。FM ギノワンのメールアドレスがですね 797@fmギノワン.com となっております。はい。ツイッターでのメッセージがですね、ハッシュタグをつけてゴールドリードのアンチテーゼとつぶやきください。お願いします。ありがとうございます。リスンラジオでも聞けるそうで。あ、そうですね、リスンラジオでもあの、はい、ユーストリームでも聞きますのでね。はい、よかったね。まあいろんなところが聞きますので。そうですよ、今いい時代ですよ。はい、皆さん誰だと思う。まあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最初のコーナーいきましょうか。はい、はい、ツッコミ大喜利。はい、このコーナーはですね、お題のボケに対して面白いツッコミを考えていこうというコーナーでございます。はい、誰か呼んだ今俺のこと。いや、言ってないですよ。
まあ、誰も後ろから僕を呼ぶ声が、いやこれもうサプライズとか用意しないで、あれ、はい、じゃあ今日のカーテンがシャッて開いてみんなが入ってくるみたいな、あ、ないですね、あ、ないんだ、めんどくさいんですよ、お前にかける労力無駄なんで、はい、なのでやってください、ちょっとお題の方発表していきましょうか、はい、一つ目いきましょう、はい、隠し味にオリーブオイルを大さじ100杯、お、なるほど、油まみれになりますね、油まみれですね、はい、二つ目いきますか、はい、犯人は、ご愛読ありがとうございました、次回作にご期待ください、ああ途中で遮られるパターン、途中であの打ち切りになってしまう、ああなるほど、じゃあ次まし、楽器のない音楽会、ああこの3つ、はい、この3つですね、今そうですね来てます、はい、ありがとうございます、まず最初ですね、はい、わっしょい田中さんからいきましょうか、わっしょい田中さんありがとうございます、わっしょい田中さんはじゃあ1番お願いします、1番いきましょう、はい、隠し味にオリーブオイルを大さじ100杯、これでオリーブオイルの完成だ違う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 いや違う違う面白いですね、隠し味に言うとるやないか、いやもうオリーブオイル、ほぼオリーブオイルになります、はい、逆にあのもともとあったものよりも、うん、オリーブオイルが勝つっていう、そうそう、オリーブオイルが勝っちゃうっていう、なるほど、じゃあ続きましてですね、はい、親坂46さんありがとうございます、こちらは2番見ましょうか、2番いきますか、はい、犯人はご愛読ありがとうございました、次回作にご期待ください、犯人の名前を伏せるという優しさねなんか少年法みたいな優しさなのかな違うと思うけど、うん、まあまあ言えない人もいますからね、なるほど、あの芸能人とかね本当にやばい人言えないやつもありますから、それで、漫画っていう設定だよねこれね、まあまあ、漫画ご愛読って言ってるから、まあまあまあ漫画っていう設定打ち切りにするほどのまあやばい仲があったのか、やばいんでしょうね、はい、続きまして、ピンクさん、ピンクさんありがとうございます、ピンクさん3番いきましょう、3番いきましょうか、はい、楽器のない音楽会、合唱コンクールのことかな、まあ、当てはまってます、ピアノがある、ピアノがある、当てはまってますよ、あでもなんか、はい、あのなんていうんですか、あの楽器使わない、喋る、あ喋るじゃない、歌うやつ、何でしたっけ、あのそういう、あのボイスなんちゃみたいな、違う違う違う、そういうことじゃない、あのアカペラ、アカペラ、あアカペラか、アカペラはでもそれに入る、はいはい、はい、なるほどね、あ、まあ、そういうのありますからね、はい、今のところこの3名から来てるんですけどねあの日に日に少なくなってませんか、そうですね、ですか、あちょっとメールの方も来てるみたいなので読みましょうか、ちょっとこれ僕が読むんですか、あ、ちょっと読んでも大丈夫です、あ、じゃあ行きます、すみません、お願いします、こんばんは、ラジオネームミルコシロコップと申します、こんばんは、こんばんは、はい、この番組は時々これなんて読むの、拝聴しておりますが、毎回思う楽のなさお前まあいいけど、はい、毎回思うことがあり、はい、今日はこの場を借りて述べようと思います、はい、毎回 やってらっしゃるツッコミ大喜利、はい、そのお題についてです、まあ、このコーナーですね、今回のお題、うん、先ほど言いました隠し味にオリーブオイル大さじ100杯、はい、犯人はとか楽器のない音楽会とかありましたけど、はい、お題ね、はい、特にツッコむ要素を感じないですまず一つ目、はい、オリーブオイルですが何人前かにもよりますよね、まあまあ確かに、ね、このより私は100人前と見ています、うん、あですので私はツッコもうとは思いませんでした、給食センターみたいな感じなのかな、二つ目、うん、犯人はですが、うん、私でしたら単純に次回作を楽しみに待ちます、ああ純粋だ、うん、本当にこの作品が好きでしたら気になって楽しみな気持ちになると思いますので私は突っ込もうとは思いませんでした、ああ、うん、最後の3つ目、うん、楽器のない音楽会、うん、普通にあると思います、うん、例えば合唱団は歌だけですから楽器のない音楽会で成立しますよね、うん、それに楽器のない音楽会という番組が存在するのであればとても気になって必ず拝見すると思います、うん、ツッコミ大喜利と目打ってる以上どんな人でもツッコめる分かりやすいボケをお題にする必要があると思います、なかなかと失礼しました、うん、真面目な方なんでしょうねまあ、まあ、あれ僕あの叱られてたんですか、まあまあ多分元氏お題考えてるんですけど、はい、多分叱られてるんであれ僕叱られてたの、いや今この真面目な方じゃないですか、だから難しい方ですね、えこんなえ何ですか、いやいや、まあ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 もういいですよ、こんなにも叱られるとはびっくりはしてますよね、びっくりは僕はしてますって、だからね、あのあんま仲良くなれそうな方ではないいやまあまあまあこういう方、ミルコシロコップさん、まあまあまあ考え方は10人といろですからね、あまあ10人といろですからね、でも久々ですね、はい、ミルコシロコップさんね、ああもう最初の頃はね、はい、何度かちょくちょく来てましたよね、はい、まあ、こんばんは、お久しぶりです、お久しぶりです、はい、ミルコシロコップさん、そうですね、ちょっとメッセージの方もツイキャスのメッセージの方も読んでいきましょうか、あツイキャスのメッセージの方も、はいはい、あペーターさんから今夜はツイッターに書いてみましたということで、はい、じゃあちょっとツイッターの方僕が確認しますので、じゃあちょっとすいませんお願いします、さっきからマイクガンガンあのテーブル使ってる大丈夫かな、コメントの方読んでいただいてよろしいですか、はいはいはい、お願いします、コメントですね、どっから読みましたっけ、あ
中谷子さん、こんばんにゃーってことで、あ、こんばんにゃー、こんばんにゃー、こんばんにゃー、あ、こんばんにゃーですね。3匹の小豚さん、元年誕生日おめでとう、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、祝ってくれるわね、祝ってくれるんですね。ありがとうございます。よかったですね。ペーターさん、プレゼントないと焼き食いしたらあかんよーって焼き食い、あえ、あ、今なんて言ったの、焼き食い、焼き食いね、焼き食い、そう、うん、焼き食いね。いや、もういいです。いや、言って、言えて、もういいです。言えて、焼き食い、もういいです。ちょっとね、元氏にふんどしあげたらみたいな。あー、なるほど。ふんどしかー。ふんどしつけます。ふんどしって俺見たことないんだよね、店舗でね。あるよ、あるよ。あるんだ。いっぱいある、いっぱいある。そうなんだ。ドンキホーテとかあるのかな。ふんどしってあるでしょ。え、あの前だけついてるやつでしょ。まあまあ、そうですね。ふんどしって、そうそう、白いやつ結構あるんじゃないかな。え、そうなの。うん。どこで、え、どこで。ドンキホーテとか行ったやん、行ったやん。びっくりした、お前まんま来た。はい、ベータさんから来てますよ、はい、行きましょうか、じゃあ、はいはい、3番、はい、あの、はい、じゃあ、はい、じゃあ3番、はい、どうぞ、はい、はい、行きましょう、はい、じゃあペーターさんから、はい、楽器のない音楽会、演奏は原鼓オーケストラの皆さんですこれは多分ちょっと元氏もメンバーに入ってるんですかね。はい、原鼓って何なんだ。今この言葉のあのなんかね、意味みたいな、原鼓、なんか腹鼓ってなんかちょっと面白かったけど、いや、ちょっと響きとかも面白いですけど、ね、なんだろう。じゃあ、この、はい、元氏も団員ね、はい、ポンポコって来てます。ペーターさんどうですか。元氏班も団員ね。なるほどね。じゃあ、はい、この中からじゃあ決めていきましょうか。今日はもう、はい、今日は僕はですよ、はい、僕は、まあまあこれ、あ、違うこれですかね。僕これですかね。なるほど、僕こちらだと思うんですけど。ああ、じゃあそうですね、じゃあちょっと言えないですけど、はい、じゃあもうラジオネームだけ発表していきましょうかね。いきますか。はいはい、じゃあ今週の MVP はミルコシロコップさんに決定です。おめでとうございます。おめでとうございます、ね、皆さんが思った率直な意見をね、代弁してくれたミルコシロコップさんですね。はい、に決定ですね。ちょっとね、僕もちょっと思ってたんですけど ね、はい、言えよ。じゃあ何が思ってることは。いや、思ってますけど、はい、あの、お前にそれだけのスペックを要求したらお前壊れるさ。いえ、直せばいいだろ。いや、まあまあまあ、でも20年間生きてきたもの直すって難しいからね。はい、まあまあまあ、今日はじゃあ、じゃあそうですね、次週のお題という、まあまあ次週のお題、来週はちょっとあれなんですけど、はい、ちょっと来週は僕やりたいことがあるので、はい、ちょっと一旦このツッコミ大喜利お休みさせて。あ、来週お休みなんですかこれ。ちょっとこれお休みさせてもらって。ああ、なるほどなるほど。ちょっと僕やりたいことがあるので。やりたいことがあるそうですよ。皆さん他にもね、たくさんの投稿ですね、お待ちしておりますので、ね、お待ちしてます。はい、じゃあ一旦 CM の方お願いします。じゃあ一旦 CM です。今なんで CM2 回振ったの。ん、今なんで CM2 回振ったの。あ、言うの俺の仕事だからお前台本通りの人か。一応言うの俺の仕事だなと思って。いや、もう流れてたからね。まあでもちょっとね、はい、いつもと違う感じのメッセージが来てましたけどね。まあ、たまにはああいう感じのも、どういうこと。いや、もうミルコシロコップさん。あ、たまにはこういうのもいいですね。ミルコシロコップさん、ちょっとね、僕らあれもう二十歳なんで、僕らのことを真剣に叱ってくれる人がいないんですよね、はい、だからたまにこういう感じでね、叱ってもらえたらね、ありがとうございます。はい、どうですか。お笑い好き高校生さんから来ないですね。あ、今日来てないですね。毎週あの欠かさずっていうほど送ってそうですね、くださってるあのお笑い大好き高校生さんが今のところまだ来てないということで。来てないです。何かあるんですかね。まあまあしょうがない。大丈夫かな。まあ、じゃあ始まりますので。あ、お願いします。ゴールドリードのアンチテーゼ。はい、CM 開けました。はいはい、はい、そうですね、ちょっとね、うん、最近ちょっといろいろな変化がありましてね。変化、はあ、まあ、もう僕もまあもうお笑い活動休止するっていう報告はしてるじゃないですか。まあそうですね、先週の方に。そうですね、先週行ったんですけど、はい、勉強にやっぱり集中しないといけないんで、はい、まあ、いろんなものをやめてるんですよね。お、なんすかなんすか急に。バイトもやめたんですよね。おお、まあまあまあそうだね。バイトやめたんですけど、うん、バイトやめて思ったのが仲間の大切さ大切さ。一応めっちゃあれだったんですよ、1年間じゃなくてもあれか、まあ、ほぼ専門学校入ってすぐに始めたバイトだったんで、はい、まあ、僕はこの友達のつながりで入ったんですけど、で僕、まあ、先日まであのバイトさせてもらって、はいはいはい、僕より先にその紹介してくれた友達を辞めたんですよね、うん、でもまあ、小学校からの仲なんですけど、はいはい、まあ、その友達が結構仲いいんですよ。
中学校まで、あの保育園じゃないか、あの幼稚園小学校中学校まで一緒で、うん、で高校は別々だったんだけど、高校全く連絡取ってなかったんですよ、はい、でそこからバイト紹介されてやってたらまた結構仲良くなってね、はい、今ではまあの小学校の同級生の中で一番仲いいんですよ。おー、そうなんだ。その友達がですね、僕が辞めた時に、はい、あのまあまあ連絡くれて、お疲れ、今日で終わりだよね、お疲れって連絡くれて、お前頑張ったからちょっとこれもらってって差し入れくれたんですよ。なんでなんで。いやもうエナジードリンクあったんですけど。ああ、嬉しい、普通に。だからなんていうんですか、はい、誕生日でもないのに、うん、こうやってやっぱ贈り物してもらえる、ちょっと俺の人望ってそれが言いたかっただけだ絶対、うん、振り流さよ やだからここまでたどり着くの流さよよお前。コンビ間でこんなにも違うものかなっていう、ね、長いなおい。いや本当に仲間に愛されてるなって思いました僕はね。え、なんすか苦しいよお前。え、なんで。いや最初で誕生日は僕今からなんですけど、ね、最初で俺もらってないっつってたの。だから僕ちょっとバイト辞めただけでね、やっぱお疲れってもらえれたんでね。いや僕はまだバイト辞めてないですから。はい、僕はあの12月19日まで。あ、そうなんですか。今やってるバイトを。で、なんで僕バイト辞めて、はい、バイト先のオーナーからも信用されてたんで、はい、あのまあ、時間できて、はい、まあ、お店が休みの時にみんなでお疲れ様会しようなって、焼肉行く約束まで。ああ、はいはい。でやっぱ俺人望厚いなと思って。ああ、いえ、だから分からんすわ俺。だから今から辞めるから、うんうんうん、あと出勤1回あるから、うん、大逆転は控えてるから。いやでもお前あれでしょ、バイトのミスがすごいって有名でしょ。ああ、いえ、そんなの関係ないよお前。みんな愛してくれてるかな。愛してくれてるよみんな。じゃまたね、ちょっとなんか愛されなかった場合はねちょっとね、はい、まあまあいろんな人に慰めて僕はちょっと無理なんで。なるほど、はい、ちょっとね、あの後輩にでも癒してもらって。え、なんでさ、はい、さらにあの傷をえぐってきたの。いや、なんか面白いなと思って。いやでも。なんでなお傷ついてんのにさらにえぐるの。本当に傷ついてるんだ。ええ、傷ついてないけど言うほど。あ、なるほど、ね。コンビで、はい、まあまあ二人でコンビですから、まあまあお前の分も俺が頑張るから。頑張ってきましょう。ええ、違う、はい、俺が愛されてない分、矢が愛されればイーブンじゃないばよお前。そういうわけじゃないばよ。あ、違うんですか。さすがに。は、違うんだ。あの一応三匹の小豚さんが。はい、足富が愛してくれますって。まあまあなんだかんだコンビですからね。うん、まあまあまあ。いやいや、嘘だろみたいな感じの反応しないでもらっていい。じゃあこんな行きましょうか。行きましょうか。はい。もとし恋始めるってよはい、このコーナーはですね、恋に悩める男の子、普段はパッとしないゴールドリーダー元氏をの恋を育んでいくコーナーでございます。今あの神奈月諦め落としなかったと、まあ、もう言うの諦め落としなかった今、はい、今週のサブタイトルがですね、はい、元氏告白体験記ということでね、はい、どうですか、はい、恥ずかしいやつですかこれ。ちょっと面白いやつじゃないですか。元氏くんね、はい、すごいんですよ。皆さん、あの人生の中で告白ってしたことありますかね。まあ、したことない方もいると思うんですけど。 いるんすか。まあまあいるんじゃないですか、はい、まあまあ、だから元氏くんですよ。すごいんですよ。何がですか。告白マスターなんですよ。今まで告白した回数ちょっと言ってもらっていいですか。7回です。7回なんですよ。そのうち同じ人にも何回かやってるんですか。あ、います。え、あの1人だけ、あの複数告白。ああ、そう何回告白したんだっけ。3回。3回ですね、はい、いやもうこれ告白マスターとしか言うようがない。何やんば告白マスターって。全部この高校生の時かな。あ、いや違うか。小中高全般、まあ、合わせです、はい、前行ってた子とかも入れてかな。ああ、そうですね、はい、じゃあ高校入ってから何名ぐらい。高校入ってからは、うん、5ですね。あ、高校で5回なんだ、はい、この5回のうちに、3回同じ人なんだ、はい、はあ、すごいねお前ね。だからね、俺でお前に聞きたいんだけどさ、はい、告白マスターじゃないですか。いや、ちょっと聞きたいんですけど。何なの。だからその告白マスターってもう告白をマスターしてる。マスターはしてないよ。マスターもしてたら、あの3回も告白しないからさ。そのうちの成功は何回ですか。5回中ですか。あ、もう7回中。あ、7回中、うん、1回です。1回なんですよね、はい。何パーセントということは。うん、約、うん、まあ、15とか 4% ぐらい。ああ、 14% ぐらいじゃないですか。 14、15%。 あ、パーセントにしたらなんか意外とって感じ
7分の1ですから7分の1だったらちょっと少ないなってなるけど一応あ 14% あるんだったらまあまあまあでお前に、うん、お前が告白して相手が付き合う確率 14% ってまあまあまあいいじゃないですか何かな分からんけどさだからどういう心境で告白するのかなって思って誰が告白ってやっぱ何かしらきっかけがないと告白できないじゃないですか、はい、どういうタイミングで行くのやっぱりあどういうタイミングで行くのあ例えばよ、うん、お前も好きだ相手も好きだなあみたいな感じの向き合ったらいや僕はあるじゃないですか相手が好きは言うほど考えないまあまあ振られてますからねだからどういういや僕は、うん、もう単純に、うん、僕のこのその子への、うんなんていう好きが好きバロメーターが好きバロメーターがもう突き抜けた時に言う、うん、あもう 100% 超えた時にそうそれってでも 100% 超えてるのはもうあれじゃないの前提じゃないのいやで何かしらの弾みがあってあやっぱり俺お前のこと好きだわみたいな感じじゃないのあいやいやいやなんかその弾みがわからんあもうないんだじゃもうじゃあだからもう弾みがあった頃こそバロがぶち抜いてるからさあじゃあもうぶち抜いた瞬間にもう告っていいことになるんだただ、うん、それは条件が揃っただけだって、うん、それは相手の状態とかもちょっとあ、まあまあ、見た上でね、まあ、まあそれはやりますよ気付かないといけない、はい、どこで告白したの高校の時ってあ高校の時ですか、うん、高校の時ですか高校の時ってまあ一応学校付近ですよ高校付近中部農林高校名前出すんなお前だから中部農林高校なんだわこのラジオマジでプライバシーかけらもないでしょいやでも僕らのプライバシーなんてもういいっすか違う学校側よ学校側あでも僕らが出身なのはもうあれなんでいや学校側の問題別にいいじゃないですかだからどこやっぱりあれ、はい、放課後の誰もいない教室とかあいや定番やったことないもう基本的に夜ですねへ学校の夜学校の夜放課後でちょっと日も落ちてみたいなところがあもう完全に暗くなってどんな感じなのどこでとかあるのいや決めた場所はないですいやでもどこでやったのじゃんどこでやったの、うん、ちょっと聞きたいな俺あの場所わかるかあの場所ないや一人で楽しんでもだろうよこれどこなの僕は、うん、基本的に歩いてるんですよ、うんあ2人で2人であ学校周辺か周辺とか学校内とかで基本的に歩いててそこで言うもう歩いてる時に歩いてる時なんて言うのまあなんか好きだよとか付き合ってとかそういうもんだろあちょその時思い出してちょ言えない言えないの何なのいやちょ言えないかな何なのだからどんな感じなのいやだから一番印象にここ残ってる告白をじゃあ言ってもらっていいどんな感じで言ったのかなあもうじゃあ成功したやつ言いますじゃあじゃあ成功したやつ成功したやつ高校の時に、はいはいはい、じゃあだから2人で普通にこれプライバシー大丈夫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 本当に大丈夫大丈夫大丈夫名前とか出さなきゃああ本当にねじゃあ普通に歩いてたんですよ、うん、帰り道ね夜、うんうん、でこのもともとお互いで結構話はしてて、うん、いろんな自分の好きな人とか、うんうん、あと好きな人も俺もちゃんと把握した上であらかじめ話しとくんだそうちゃんといっぱい話してて、はい、結構仲がいいんですよだから、はいはいはい、で帰り道に なんか中部農林高校なんですけど、うん、結構野菜とか育ててるじゃないですか、まあ、農産物をね農産物だから伝承菊だったんかな、うん、なんか伝承菊みたいな感じなのか光がいっぱいついててそうですね菊育てるんや、ね、そうそうそうでそれも12月の僕今でも覚えてるんですよ7日なんですけどじゃあもう過ぎ去ったやつ過ぎ最近過ぎ去った最近付き合ってれば5年はい付き合ってればね付き合ってれば5年付き合ってないからねな12月7日に、はいだから冬なんで、なんかイルミネーション感が出てたんですよ、とっても、うん、そう、伝承菊のやつが伝承菊の光が、イルミネーションで、おぞとき、あ、これだと思ってバロメーターがぶち抜いて待って、イルミネーション見たことない人ではないいや、見たことあるけど、うんね、このシチュエーション完璧だと思って、うん、ぶち抜いて、うん、なんでこう好きがぶち抜いてねで、言いました、ちゃんとなんて言ったのいや、だから、前から好きな人いるって言ってたさみたいなああそうだねっつったらいや お前だよって言ってへえってなって、うん、その後2人黙ってパーラーまで行くっていう、うん、もう無言だったんだ無言でしたねいや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 きついないや生々しいな聞きたかったけどなちょっと今日眠れんわ俺はいやーが聞いたんだろやしかも相手もわかるからな結婚式来てたな結婚式泣いてたな泣いてたな泣いてたな日曜日の結婚式可愛かったあま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 
まあ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 変わってなかったですけどね高校生の時とね。いやーすごいっすね。なんだもんこれ。いやーすごいすごい。どんな感じの雰囲気作りで、いやでも告白したい。何をすか。ああ告白するというと、あのというとやっぱ2人で歩いてるとかでしょ、はい、でも今はもう学校とかももう卒業じゃないですかお前は。ああもうそうですね、はい、理想だったらどんな感じでやっぱ。ああ今度は今度は、うん、今度はうん、だからドライブ好きでしょ。でもドライブ好きか。ドライブ好きでしょ。まあまあまあよく行きますよ。だからドライブ中とかなのかな。分からん。ドライブ中別分からん。でもじゃあどこがどこで。あなんか俺ちょ告白するとしたらじゃあやっぱ、うん、あの夕方5時ぐらいの誰もいない放課後の教室では言いたかった、うん、ああまあまあまあ教室はね。でも放課後5時ってあれじゃないですか、いるじゃないですか。僕らの学校定時制もいたんで、はい、あの下手したらあの定時制とねバッタリとかもあ多分あったと思う。なんかあの窓見外見たら、うん、野球部が練習してるみたいな。ああ野球部僕らですけどね、はい、あのグラウンドとは離れたところに本校舎があるということでね。そんなことはないんですけど、まあ、なかったですけど、まあまあまあ、どんな感じでじゃあ今理想とかの告白するどんな感じでやりたいなみたいな。え次あったら次あ何が 次, そういう次告白するタイミングがあったらどんな感じでとかいう理想はあんの。ああもうバロメーターがぶち抜いた時に。違う違う違う、なんか理想の、いや理想が全くだからないわけよ最近。何でもいいんだじゃん一応。本当に高校卒業してから、うん、全くこのビジョンが浮かばなくなってる。ああもう告白マスターも告白しない。告白マスターっていうな。7回でしょ。はいすごいよね。何がですか。なんかそのメンタルはすごい。なんでそんなメンタル強いのにさ誕生日プレゼントないだけで、あのカードのメンタル強いのに、はい、すごいと思うんだよ、ね、あなんかあのあやばい何何あやばい、なんか僕の携帯が大変なことになってる。えどういうことですか。あの、はい、なんかグループで、はい、グループツアーが開始されました。あそうなんですか。僕の今電話してるラジオ中だっつーの。いやいや別にお前に参加してほしいとは思ってないと思う。いやグループ3人しかいないグループだからさ。あそうなんだ。じゃあ仕方ないね。まあ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 、まあこんな感じでね、ラジオ中ですよ。はい元氏のね元氏こんな感じなんですよ皆さん。ちょ面白いですよねこいつの恋ね。いやもう本当にね僕なんか変なんですよね一応ね。変な恋ばっかしてますよ ねなんか変な恋するような、うん、でもそこをいじり倒せるからね。いいっすね。面白いですけどね、はい、みんなはあのあいつ大丈夫かみたいな目で見てましたけどね高校の時はね。はい、もうやめよう。はい、じゃあこれ以上いじめるのやめましょうね。やめましょう。でですね以上じゃあしましょうか。はい、以上元氏恋始めるってよでした。はいありがとうございました、はい、続いてですよ曲の方ですか。曲の方ですね。じゃあ今週もあのアイドルがまあまあアイドル歌うアイドル好きですからね元氏くんね。夏ソングということで夏ソング今週はですね、はい僕が一番好きなアイドルの方でいきましょうか、はい、じゃあ桃色クローバー Z でココナッツです。どうぞ。夏やしまた。アイドルやめたら彼女できるんじゃん。え分からんけど。何どういうこと。何なんだろう。なんか依存してるから。依存するものがアイドルって依存するものがあるから、はい彼女いらんなんかできないんじゃないかな。え、じゃあ辞めたらできるのすぐ。いや、わかんないよ。でもそれはお前のスペックとかも関係ある。いやいや、結局さだから。え、でも何かを得るためには何か捨てないといけないって言うさ、はい、でもそれかわからん。お前がアイドル好きなのはまあしょうがないんだけど、はい、何かやっぱ彼女欲しい。ああ、そうだ、欲しいんだ。あ、じゃあじゃあなんで欲しいの彼女。え、いやいや、それはもう寂しい時だってあるじゃん。寂しい時だってあるでしょ。そんな体大きいのに。いや、あるでしょ。そら空いた時、こういう時に彼女が誰かいたら、ああやっぱなんかね、あの精神的な支えみたいなとかあるからなとは思いますけどね。ああ依存しそうだね、お前ね。しないしね。依存するタイプだよ。いや、しないです、僕は。大丈夫。大丈夫、大丈夫。怪しいぞ。俺も依存されてるからなんですよ。ベーダーさんから、はい、一度聞いただけでは把握しきれん。何を何をですかこれ。どういうことですかこれ。ベーダーさん僕わかんないんですけど、ちょっとどういうことですかね。ベーダーさんちょっとベーダーさんの返事待ちましょうか。あはい、あいや本当に待つの。いや他のこと読もうかなって。あ読んでください。他の方のコメントもね、はい、3匹のおこぶたさんから、はい、
今年一途だねということで。ああ、まあまあまあ。で、一途と、はい、だからストーカーって一途じゃないですか。紙一重なんですか。ストーカーあらんわ。誰がストーカーだろう。訴えられてたら負けてるよ、多分。違いますか。あっちが優しいから、何も起きてないだけで。はい、ストーカーじゃないわ。もう怖いですよからね、本当に。最近の世の中、はい、本当に物騒ですから。はい、まあそうです。皆さん、元年には気をつけてください。なんで俺単体だもん。なんで俺単体だばや。なんで同じこと2回言ったの。大事だから。まあ大事ですけど。大事だから。まあそうですね。どうするんですか、だから。何が。この今週、はい、来週、再来週で終わりですけど。再来週。あ、もう再来週でもこのゴールドリードのアンチテーゼが、そうですね、終わりますけども。来週ちょっと秘策があるので。ほう。うん。ついに。大丈夫だと思うんです。来るんすか。ちょっと秘策があるので皆さんね。ああ。楽しみにしててください。はいはい。はい。ペーターさんから、はい、ハグで温まりたいのねって熱いじゃないかって来てます。ああなるほどなるほど、あのお前がハグでどういうことですか。分かんない分かんない、僕すみません、僕何て言いました、僕ら。あのハグで温まりたいのね、多分お前彼女欲しいって言ったから、あなるほど、ね、ハグで温まりたいのねってことで、で熱いじゃねえかっていうツッコミも込みで来てますけどね。いやまあまあまあねえ、熱くないよ。多分熱いよ。え？お前隣にいるだけで温度マジで、俺地球温暖化の影響よりお前の方が本当にすごいね。違う。上回ってるもん。上回ってるもんお前。地球温暖化なめんだよお前。しかもお前クーラーが、クーラーお前と同じ部屋にいたクーラーが。あもうクーラーつけてないもん、さすがに。さすがに。まだ来て寝てる。もう一応みんな本当に気をつけて。お前いつか誰かと結婚して部屋とかクーラーそんなあったら怒られるからな。クーラーの温度管理って意外と揉めるから。ああそうなんだ。うん、分からんな。でしょ、お前だから他の人に合わした。あいつをあの学校とかは合わしてるよ。暑い？デジャ暑い。暑いんだ。死に暑い夏とか。なんで国ヒャーター26度でいけるばと思ってる。二十二歳と思ってる。痩せれ。始めます。26度は暑いって4、3、2、1パパヤパパヤパパヤパヤパヤゴールドリードのアンチテーゼ、テーマに合わせてあーだったらこうだったら。はい、このコーナーですね、はい、毎週変わるテーマについてああだったらこうだったらとお話を膨らませる、そんなコーナーです。今週のテーマはですね、ちょファンタジーなんですけどもし捨てドラゴンを拾ったらっていう、もしね捨てドラゴンを拾ったらどうしますか。ちょっとファンタジーね。わからんわからん、わからんわからん、なんて言ったもん。いやでも捨て犬とか捨て猫を拾ったら、うん、まあ定番じゃないですか。買いますよ、その買います、可愛かったで終わるじゃないですか、はい、だからああだったらこうだったらって膨らましたいんで、まあまあファンタジーなこと、あのもし捨てドラゴンを拾ったらドラゴンを拾ったらねどうかなっていう思うんですけどね。いやまあまあ、じゃあどんぐらいのサイズか、最初はじゃあ、まあまあまあ、小ドラゴンっていうか、まあまあ捨てられるもんもまあまあ、まあ、捨てドラゴンズってペーターさんが言ってます。中日じゃない、中日じゃないんで。はい、違いますよ。だからあのちっちゃいドラゴンですよ、それは小ドラゴン。小ドラゴン、まだ飛べないやつね。ああ、ほうほう、卵から出たぐらいの、うん、拾ったらどうする、もし拾ったらどうする、もしねドラゴンがいる、拾ったらどうする、まあ、ドラゴンがいるんだろ、うん、でなんダンボールとかに、うん、拾ってくださいって書いてあるんだよドラゴン。僕はあの一旦ツイッター載せます。いいの、なんで、それでリツイートとか来たら、なんか2万リツイートとか来て、まあ、すぐ NASA が目つけるよ。大丈夫、どういうことだもん NASA が目つけるって。いやもう未確認生命体だからね多分。ああまあ確かに、はい、多分歴史上の、歴史上でもないからな。だから架空の生き物、架空の生き物だから、実際にいたとしたら本当に大事件だよ。ああだからいいんじゃない、だからなんか NASA とかに連れて行かれすぐ。それでその子は幸せなのか。いやいや、ちょドラゴンに俺あのすぐ愛情輸入できるほど、輸入ってなんだろう、注げるみたいな。まだ育てるとしてね、すぐにはできないな、あの大変だなって思うわけ。え、何が、ああ育てる のイメージだけど、ドラゴン行ったらね、ドラゴン、じゃあもしもじゃあ拾って家に持って帰りました、うん、何食べんのあれ、食費とか食事、何食べんのかな、何食べんのかな、
もうでも子供でも肉食なのかな。え、肉食あれ草食うばってなるだろう。いやでも雑食じゃない。僕はジャガイモとか食べれるんじゃない。ドラゴンジャガイモ食うの、うん、分からん、食わないんじゃない。俺なんかイメージね、うん、生きたままの生き物食いそう、やっぱり。あー、まあまあまあ、じゃあ何、ネズミとかなのかな。いや、ちっちゃくない、ちょっと。でも子供だったらね。あー、子供だったら、ね、成人だったらもう成人って言うなや。成人って言うなや。成人だったら人あらんよや、お前。大人ドラゴンだったらどうなんの。ペータさんいいっすね、あの、うん、ペータさんがゴミと、うん、鯉を食うかなっていうことで。鯉、まあ鯉、魚、僕はあの広島カープのこと言ってるんじゃないかなと思うんですけど。あ、うまいですね、じゃあ。うまいな、違ったらすいません。違ったらすいません。マグロとかカツオとかでも、でも食べるんでしょうね。はい。あー、そっちかな。そっちも食べるんでしょ。俺もっと、上、なんか、なんだよ、ウサギとか。ウサギ食べるのか。なんか生々しい。だ、今生々しい発言僕してますけど、ああ魚とかでは満足しないと思う。食費めっちゃかかるな。まあまあまあ。でもウサギ買うってまず手に入れるってペットショップじゃないですか。絶対ペットショップに行ってウサギ買うって言っても、はい、飼いウサギしかいないじゃないですか。はい、飼いウサギ買うって言ったらやっぱ1匹ずつしか買わないじゃないですか。そうですね。普段の人ね。はい。普通の人は。普通の人は1匹で、まあ、よくて2匹ですよ。一気に30匹買ったらさ、店員に怪しまれるんじゃないかなと思って。何をよ。あの人ドラゴン飼ってるんじゃないかなと。思わんだろ。あの人は普通の人はウサギって1匹とか買うもんじゃないかな、はい、もしかしてドラゴン飼ってる。いや思わんだろ。じゃあ思わん、いやじゃあ例えよ、例え30匹から100匹とか、うん、大量に飼ったとしても、うん、クリアドラゴン飼ってるなとはならんやつ。なんでなんで。いやならんだろ。なんでしょ。思考回路にウサギ30匹も食べるのドラゴンしかいない。違う違う、まずペットショップで飼っていく生き物を餌として扱うとはペットショップの人は思わん。そうかな。思わんよ。あ、じゃあでも何あげんの。でもちっちゃいものだったらお腹いっぱいしないでしょ、はい、何トンぐらい食うの。2トンぐらい食うのかな。2トン食うか。どっからんけどね、寿命とかもすごそうだなと思って。ああ、はあはあはあ。案外ね、めっちゃ長くなんか歴史上とか、うん、なんか昔いたとか言うさよく、うん、なんか神話とかに。まあ、まあ、なんか神話とかで、うん、なんか千年生きたドラゴンみたいなのが出てくるじゃないですか。いや300年とかなのかな。でも軽く生きると思うな。100年は軽く生きるやつさ。100年は生きると思うね。え300年。300年ぐらいなの。世話しきれないんだ俺な。俺だから何代目かに渡ってドラゴン。ドラゴン育てないといけない。でもドラゴンってどんぐらいなの最終的に。家よりはでかいでしょ。いやもうどんぐらい。シロナガスクジラ。ゴジラよりはでかいでしょ。いやでも分からん。だからドラゴンの種類にもよるんじゃない。あー、種類か。種類ってでもあんのかな、ね、ファイヤードラゴンとかブリザードラゴンとか。違う違う、お前名前が安易すぎるからさ。飛躍か氷白かのことじゃない。スマホゲームに出てくるやつ。分からんけど。あ、違うんだ。あ、ドラゴンって言ってもさ、はい、なんか竜でしょあれって。でもあ、竜、うん、日本語では竜です。ドラゴンって竜って意味でしょ。はい。でも竜ってだからドラゴンとかって2つのパターンに分かるじゃないですか。あの日本昔話に出てくるタイプの、うん、あのなんか蛇みたいな形の。ああ、はい、あの、うん、よく日本シェンロン、シェンロン、あ、そう、シェンロン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 みたいなやつは、はい、まあ、あれもドラゴンじゃないですか。まあ一応竜です。ドラゴンボールって言ってるぐらいですから、はい、あとはなんかなんていうんですか、リザードンみたいな、ポケモン分からなくて本当に申し訳ないですけど、ポケモンでいうリザードンみたいな感じの、この2タイプに、うん、分かれるんじゃないかな。あれがヨーロッパ系なのかな、分からんけど。ヨーロッパ生まれの。何がヨーロッパ系って。はあ、だから、まあ一応外国ですよね。でも俺は、そうな、外国系のこのドラゴンの方がイメージ強いかな。まあそうですね、なんか、ドラゴンって言われたら、うん、あの、ニョロニョロって浮いてるやつは思い浮かばんな。ニョロニョロって。ニョロニョロ。ヘビ。まあまあまあ、あれは緑のやつでしょ。そう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 、あれは思いつかんな。ドラゴン言われた茶色っぽいやつでしょ、なんかあの、うん、ヨーロッパのやつはちょっとオレンジかかってる、なんか本当に魔女とかが引き連れてそうな感じのイメージのやつでしょ。そうそう、うん、あんな感じのドラゴンの方がイメージ強いね、確かに。まああれがじゃあもしじゃあ30年育てまして、うんうん、成長しましたと。家に入らないよね。もう外買いですよ。外返したらバレるさ、近所の人に。アニシャドラゴン飼ってるやん。いやもう、じゃあ無理さ、もうじゃあ家で飼えないんだから。しつけとか難しそうだね。でももうしつけするしかないよ。近所で飼うんでしょ。俺地元で飼う。地元で飼うんでしょ、ドラゴン、うん、地元で飼うよ。じゃあお前地元にすぐ出回るよ、あんなの。隠しきれないな。隠して金に隠す場所ないさ。あ、そっか、建物ないから、大きい建物とか。いやでも案外人が来ない場所とかね。でもそこ、あ、分からん、どこがあるのかな。あ、だからネッシーなんだよ。ネッシー、あの、あ、ダムにいるみたいな。結局、うん、あれも飼えなくなったドラゴンで、
買えなくなったドラゴンで、あのもうじゃあなーって、もう無理だっつって、ごめん無理だお前、ネスコに、話返して熱心になったじゃん。いやいやいや、あれ羽生えてんよ。いや違う違う、隠してるんですよ。だから羽、羽あれドラゴンなの？ドラゴンになってる。ああ、そりゃユーマでしょ。だからユーマ、そうユーマ難しい。 FEC にもドラゴンいますからね。あ、ドラゴンエマニュエルですか、先輩の。時々はあれ、ね、ドラゴンさんですか。ドラゴンさん火吹いてますもんね。火吹いてないだろや、ショウゴさん。ショウゴさん火吹いてないだろや。いやもうそれぐらいの勢いの笑い取るじゃん。ああ、そういう例えでね、うんうん、いや今普通にお前翔吾さん火吹いてますからね言うから、は、翔吹さん火吹いてたかなってなるだろやん。でもたまに吹きそうだけどと思うけど、でもタバコ吸ってるからあの煙は吹くよね。煙は吹くよそりゃ、口から吹くって言っちゃ火は吹かんだろお前。火吹かない。翔吾さん火吹いてた、え、翔吾さん火吹くんすかって俺びっくりするよ一応。そんな反応しかできないんだ。え、そうでしょ。人間って大体こんなもんだろ。そうなん、びっくりした時限界の反応、それ限界の反応。ドラゴンね、難しいな。ドラゴン買う、現実的にね、はい、現実的にドラゴン買う。実はさ、はい、最近見つけたわけよドラゴンを。俺ね、皆さん見つけたらしいですよ、足富くんが。コドラゴンだからまだいいんだけどさ、コドラゴンを見つけたそうですよ皆さん、うん、コドラゴンだからまだいいんだけどさ、はい、餌何あげよっかなと思ってさ、はい、今のところお米あげてるわけさ一応お米。なるほどね、チョコもあげてるんだけど、はい、飽きたって言ったわけ。あ、飽きたって言ったんだ、うん、喋るんだこいつ。まあドラゴンだから。え、ドラゴンだからか分からんけど、まあまあ、うん、ドラゴン喋らんと思うけど。まあだから皆さんね、あのドラゴンに何あげたらいいよって方ね、本当にメッセージ、うん、アドバイスお願いします。え、なんでそんな嘘をついて終わろうとしてるの。夢があっていいだろ。夢がないよそれは。お米食うドラゴンってなんだか。お米ドラゴン分からん。あの来年の豊作を祈ってお米食べさし。ドラゴン喋るってなんだろ。俺何言ってんのかな。何言ってんの急に。体調が優れないんだよな。何言ってんの。え、ドラゴンが喋るって何なの、ま、ドラゴンの鳴き声何なのだからさ。うわーって言うんじゃないか。ドラゴンね、絶対言わんと思う。いやでもうわー、ドラゴンしかりね、はい、まあまあ難しいですよやっぱ飼育は。一番難しい生き物じゃないですかドラゴンって。買うには大きさといい餌といいね。あの昔あのバンさんがあのコメントでペガサス買ってたっていう。ああ言ってましたけど、バンさんペガサス買って、僕ドラゴン買ってるんですか。え、すごい。お前何買ってんの。え、僕グッピー買ってます。グッピーしか買えないです。グッピーしか、ベタか僕グッピーしか。そのグッピーちょっと分けて。なんでドラゴンにあげる。あげんなや、腹減らんだろ。あれ減るだろあれでは。いや分からんよ、グッピーごときではお前腹膨らまんだろあいつ。でもクジラあんだけ体でかいけど、あれなった、オキアミ食うから。いっぱい食べれば。いやだからそういうことだから。そういうことだろ、大きいんだから。そうですね。じゃあ今日は時間となりましたので締めましょうか。以上、ああだったらこうだったらでした。ありがとうございました。それではエンディング。はい、皆さんありがとうございました、はいはい、ほうほう。エンディングです。告知の方からしましょうか。ほう、はい、じゃあ今週土曜日ですね、はい、ありますね、お笑い劇場があります。こちらですね、あのサブタイトルがクリスマスプレゼント欲しいやつだということで、あの、まあ、オリジンコーポレーションからのゲストもリップサービスとなっております。はい、お願いします。お願いします。こちらがですね、あの当日、今週土曜日なんですけど、はい、あの O1 グランプリ、はい、O1 グランプリの敗者復活がヒープホップで放送されるんですよ。ほうほうほう。なのでこのライブの日がまあ、被ってるので、はい、18時に会場となります。会場が、そしてあの、はいはい、テンブスのこのスクリーンで、はい、まあ、パブリックビューイング、パブリックビューイングで、パブリックビューイングって分かってるお前。いや分からないんだけど、ちょっと大丈夫だから。はいはい、分かりました。それをだから敗者復活の様子を流して、はい、で終わって19時からまた僕らの公演始まるってことなんでね。ありがたいですね、なんか、はい、なんかいいですね。そうですね、だからみんなで応援しましょう。だからみんな一体感があるちょっと面白いライブになると思います、ね、これ毎年恒例ですからね。そうですね、はい、最近結構やってますよね。やってます、やってます。料金の方がですね1000円となっております。はい、1000円ですね。こちらの方がですね、すごい、何ですか、すごい、なんか角度よお前の。え、ちょっとツイキャスでしか分からないけど、はいはいはい、角度、角度よ、こうこんぐらいまでいってた今。あ、マジですか、ちょっと今見てたんですけど、ね、覚えろ覚えろ。だからあの
場所はですね、はい、那覇市の天物館の4階ホールとなっております。はい、はい、よかったらねお越しください。お越しください、お願いします。はい、平成1期分かります？あ、そうですね、あの、はい、12月の29日ですね、はい、平成1期、はい、ザ・ FEC トライブ、そうですね、若手のライブですね、ボリューム3ですかね、はい、ありますね、はい、こちらがですね、19時半会場、20時開演、バンターハウス、そうです、バンターハウス、沖江通りにありますバンターハウスですね、はい、あの沖江通りのあがりメガネさんのすぐ隣にありますのでね、はい、そうですね、ありますので、そこでですね、あの出るのがクータシンカと KY デンジャース、はい、で僕らと、はい、秋のりさんと結果お笑いとデコボコトラベリング、はい、そうですね、最若手ですね、もうほぼ本当に一番の若手が舞台を作り上げている舞台ですので、はい、皆さん応援してね、はい、あのよかったらお越しください。僕らもですね、はい、最後のこれがあの本当に、うん、一応ラストという扱いで、そうですね、僕らのこのこのライブラスト扱いです、本当に今年で、まあだから活動休止いたしますので、ね、完全に来年はね、もう一回もやらないと思うんで、そうですね、確実に再来頑張って、はい、再来年からコンビ活動できるかなと思ってるので、はい、本当にあのラストだろっていうぐらい気持ち入れてやるんでまあそうですね、ちょっとね最後までね頑張りますのでね、間違ったらないと思うんですけど、はい、ラストかもしれない、いいよ、いいよ、それはいいから、いや本当にぜひ来てください、本当に最後の最後まで本当に全力でやらさせていただきますのでね、はい、平成期というのがありますので、本当にあのなんていうんですか、クーター進化、はい、あの月曜日担当のクーター進化もいますしね、この FEC チューンドのメンバーも、はい、KY デンジャスもいますのでね、はい、ぜひぜひ、よかったら本当に皆さんお越しください、お越しください、お願いします、ね、ただですね、はい、今日まさかの1分以上余ってるんですよ、うん、あ、何ですかあのこんなこと初めてですよ。あ、そうですね、だからね1分以上余ってるんですよ。でも最後でこうやってね、なんか最後の総括みたいなのできたらなんか一番いいなってあの残り3回ぐらいでちょっとだから来週が何すん、来週、え、来週ちょっとコーナー何がないの、来週は、来週はあのツッコミ大喜利をちょっとなくそうかなと思って、ね、あ、何すん何すん、ちょっとねまだ言えないんですけど、あ、そうなんですか、まあまあちょっとお前にもちょっと内緒にしてるんです、あ、え、お前にも言えないことをやるので、え、はい、言えないことがある、言えない、ちょっとね僕がちょっと考えてることがありますので、あ、そうなんですね、はい、元恋はやる、元恋はちょっと やりたいことがあるんで、あ、当たったらこうだったわ、当たったこうだったらはちょっと今検討中なのでねまた皆さん来週も見てください、あ、はい、はいはい、あのですね、あの1分以上余るから、はい、ついあの BGM が初めて切れるっていう、お、2週目ですだから2週目に入りました今、はい、ね、こんなことないですかね、だからないっすね、初めてですよ今、はい、あ、この、 あの高橋優さんの「明日きっといい日になる」が僕らのエンディング曲なんですけど、そうですね、初めて最後まで聴けたって今思って、だから今ちょっとびっくりしてるよね、余裕あるね、エンディング5分以上やってるよ、じゃあ余裕あるね、初ですね意外とね、ということであと20秒になりましたよ、はい、はい、皆さんね来週もまた放送しますのでよかったらお越しください、はい、あと2回です本当に、はい、最後までお付き合いください、お願いします、最後まで頑張りますのでよろしくお願いします、はい、以上ゴールドリードしとみとゴールドリードもとしでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ結構ですよ、ですね、あとツイキャスの方が、はい、2分半ありますか、2分半あるんですよ、なんでこんな今日余ってんのかな、いやでもなんかちょっとねやっぱりお笑い劇場の日なんですよ、はい、ちょっともう敗者復活のパブリックビューイングやるじゃないですか、はい、FEC がこの敗者復活出るの多いじゃないですかね、そうですね、あの6組中3組、そうですね、あの3組 FEC で、パーラナイサラナイイサオナゴシブ、ノルウェースウェーデン、はい、この3組がね、あの敗者復活出ますのでね、うん、皆さんよかったらね、投票と応援の方よろしくお願いしま す, お願いします。ただ本戦があのハンサムさんの2人だけ、2人、まあハンサムの1組、1組って言った方がいいです ね、 そうですね、1組しか今 FEC が通ってないということで、ね、やっぱちょっとね、まあ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 、やっぱり多い方がいいですから、事務所で撮りたいです ね、 そうですね、皆さん応援の方よろしくお願いします。お願いします。で、あの中田猫さんとペアさんから、はいはい、お疲れ様ですということで。お疲れ様です。ありがとうございました。ちょっとメッセージ他のも読んでいきましょうか。ペアさんがあの、はい、一応先ほどのドラゴン、はい、ヤンバルに隠せってこと。ヤンバルも今人多いじゃないですか、いろいろなね問題。あ、そうなの。いや、なんかヤンバルって意外と観光客行くからね。ああ、はあはあ。やっぱどっからヤンバルなのかな。分からん。金から。でも金からやっぱドラゴン隠してヤンバルまで行くの人多いかなと思うんでね。ドラゴンさ。うん、ドラゴンの、だからね、とんでもない小ドラゴンなら、うん、まだ車に乗せて、うん、ブーンって行けるけど、うん、大人ドラゴンになったら、うん、どうすんの、いやもう、ご自分で飛んでもらうしかないよね乗るってこと、あ、俺が、うん、そしたら帰らないさ、俺あ、そっか、はい、ちょっとじゃあ、ヤンバルまで行っといてっつって、い
や、行っといてっていうか、一応最後は見届けたいから、うん、車でついていく、車でついていく、じゃあ何ブーッブーッって飛んで、うん、バファッバファッバファって飛びながら、そうだから俺金からを、まあ、車のスピードに合わせてもらう一応、うん、あの大問題になると思うんですよ。そうなの、空見てドラゴンが飛んでるんでしょ、うん、あの40キロぐらいあ遅いな、お前 車に合わせるから結構見えるんだじゃん、うん、あドラゴン、ドラゴンだ、そんなにゆっくり、あれなのかな飛んで大丈夫なのかな、落ちるんじゃないの、いや、わかんないけどさまあまあ、皆さんドラゴンいませんからね、はい、ドラゴンいませんから、ツイキャスの方も残り20秒ということでね、あ皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました、だからミキサーのああですね、誕生日プレゼントもらって、ね、柳さんからの、はい、澄み渡る梅酒を、あ、二十歳ですね、いただきました、はい、あざっす軽いね、あざっす、はい、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、以上ゴールドリーでした来週またよろしくお願いします、お願いします。